こんばんは、こんにちは、せいりゅうです。早いものでもう4月です。例年なら暖かくなってきて桜が咲き心弾む季節です。しかし今年は少しもウキウキとした気持ちにはならず、少し重たくどんよりとした空気が体にまとわりついているような感じです。ロシアとウクライナの戦争のせいでしょうか。世界がコロナを克服した先の未来が戦争で遠のいたからでしょうか。世界のあちこちで農作物の不作が伝えられています。コロナ、そして戦争の影響で原材料の高騰や不足、エネルギー価格の上昇により、いろいろなものの値段も上がってきています。そして日を追うごとに物価は上がっていくことでしょう。世界がインフレに苦しんでいます。イギリスでは過去30年で最大レベルのインフレが起きているとの記事が出ていました。そしてそこにはイギリスの金融政策の専門家の予測として、賃金上昇によるインフレを私たちが目にすることはないと書かれていました。感覚的にも今の状態は良い方向に向かっていないとは感じていましたが、通常インフレになった場合、特に物価が急激に上昇した場合は利上げで対処します。利上げすることにより経済を収縮させて落ち着く方向に持っていきます。でも今現在世界の経済は収縮していっている状態です。不況の最中に金利は上げられないですとなると、打つ手がありません。世界と密接につながっている今の状態では、日本もある程度のダメージを想定しておく必要があります。家族レベル、個人レベルにまで落とし込んでどう乗り切るかを本気で考えていかないとと感じています。最近では値上げのニュースが多くなってきてますね。セブンイレブンとファミマも弁当など値上げすると発表していました。理由は原材料や容器の価格、物流費の上昇です。今まで値上げを発表してきた会社と理由の違いはないですね。何もかもが上がっているので値上げしないと利益が出ないのでしょう。しかしどこの企業も物価上昇分、社員の給料を上げるため価格を値上げするとは言いませんね。これで良い風が吹くのでしょうか。